千葉女子専門学校付属聖子ども園は千葉県千葉市三浜区にある私立幼稚園。運営は学校法人マスラ学園。登園範囲は千葉市中央区、稲毛区、花見川区、三浜区と広い。1947年に千葉洋裁学院として設立された現在の千葉女子専門学校の付属幼稚園として1973年に開園。 昭和40年代中頃に、稲毛の海を埋め立てて造成された海浜ニュータウンの一部である、甲島団地の一角に位置し、高浜団地と隣接する。本園の両側には、道路を隔てて、千葉市立高須第二保育所、市立高須第二小学校、市立高須第一中学校があり、文教地区になっている。本園がある、三浜区には、付属幼稚園が多く、 植草学園大学付属美浜幼稚園、千葉経愛短期大学付属幼稚園、吉野学園付属幼稚園、千葉経済大学なでしこ幼稚園等、千葉県屈指の学園都市と呼ばれており、お受験の競争率も激しい。また、系列校である千葉女子専門学校や千葉精神高等学校との教育連携により多数の実習生が実習に訪れる。2階建ての園舎は、 耐震補強工事が施行されているが、2011年3月11日に起きた東日本大震災による被害を受け、一部損壊した。給食は週3回幼稚園弁当が配給され、その他の日は弁当となる。書道、茶道など特色ある教育内容が組み込まれている。毎月全学年合同で行われる誕生会が開催される。 平成24年度より付属性保育園が設立され、生後57日の入児から受け入れ可能になる。また、現行の幼稚園給食から完全支園給食に変更される。千葉女子専門学校付属性幼稚園は、乳幼児教育の草分けの増田梅が創設した千葉女子専門学校の付属幼稚園である。平成25年度で創立40周年を迎える。 集中力、思考力、想像力を養う、室内環境構成と教具の開発人の話を聞く、ことを基本に据えて、数、形、言葉、科学、英語遊び等を取り入れ、学ぶ楽しさと学びの構えを育み、小学校教育に接続体力づくりを目指す、園庭遊びの工夫豊かな感性を育む、自然環境の充実で、人間形成の基礎を築くすべての月に、 お誕生会がある。ありがとうございます。